村岡総一郎昭和7年5月25日は、明治時代の教育者、福岡藩出身、医師、村岡守駅の子、孫に、直木賞作家の新馬栄治がいる。号は、通る県、孔通る。市議徳川家康自席の、教師父、陽駅は、黒岳の重心、いい岳に仕えていた。明治元年秋、 戊辰戦争に伴って福岡藩兵として出陣するが、戦地に到着する前に、箱館戦争が終結している。その後は、福岡に戻り、藩校周遊館に学んだ後、廃藩置県後の農民一揆や佐賀の乱に伴う、旧藩士の不穏な動きの鎮圧に当たった。明治8年、東京に出て、東京師範学校に入学。 明治11年4月の卒業と共に開拓し、函館市長に派遣されて、教育行政を担当した。明治13年11月に、函館市販学校の監督に任せられ、三県一局時代の明治15年4月に、函館見学部課長心得を兼務。さらに、同年10月には兼任のまま、函館市販学校の初代校長に任せられて、県令の時とため元の面識を得た。 翌年には、根室見学部課長に転じたが、明治17年8月に、遺願面刊を申し出て受理された。退任後の村岡は、東京に出て、歴史研究を志し、明治22年に、日本新党新設を表した。そんな折、静岡県知事になっていた旧知の時等の誘いを受けて、明治23年に、静岡県に赴いて、職員となった。村岡は、 静岡にて、徳川家康の自責に疑問を持ち、家康は途中ですり替えられたという考えに至り、明治26年、静岡市において、家康公の出生についての研究という講演を行った。ところが、この講演が問題視されて、翌明治27年に、被職処分となって、東京に戻った。明治十九年に、根室の花坂神常高等小学校圏、 弥生人上小学校の校長として復帰し、その後愛知県の軍師学、岐阜県の県史学を歴任するが、明治33年に再び休職になっている。この間にも徳川家康に関する研究を続け、明治35年4月に民有者より市議徳川家康辞席を刊行した。ところが、その著書の内容に憤劇した徳川家一族や、 旧幕信羅が圧力をかけたために絶版になってしまった。同年6月、村岡は新設の八代軍立高等女学校の初代校長に任命されたが、翌明治36年12月に辞任して、東京に戻り、東京高等師範学校の寄宿舎社官に任ぜられた。明治40年東京高等師範学校関係者による講師祭展開の最高に参加して、 受教会運録を執筆しているが、その後退職して引退、明治43年には、長男と同居するために、天津に移住した。その後、長男の仕事の都合で、大連に移り、昭和7年に、大連にて83歳で病死した。ありがとうございます。